魔界と人間界をつなぐ暗黒の扉を開き、人間界を滅亡せんと企む潜水がついにユースケたちに全面戦争を仕掛けてきた。霊光烈秀拳の使い手潜水はユースケたちの攻撃を巧みにかわして、ボタン、シズル、ミタライのいるマンションを爆破した。繁華街の雑踏に逃げ込んだ潜水をユースケは追い詰めた。だがそれは潜水の作戦だったのだ。彼の真の狙いは桑原の捕獲であった。ユースケ激走、桑原を救え。やっはおお、まだ反対車線走るんじゃねえ。奴の力がすごいっていうことだ。だが潜水はなぜユースケを狙わずマンションを爆破したんだ。狙いは見たらいだろう。だがああも簡単に自分の仲間を殺そうとするとはな。ステリックなまでに潔癖さを求めた奴の性格がそうさせるのだろう。うわ慌てるな。衝撃波で散らしただけだ。ボタン、大丈夫か。しっかりしろ。背中を強く打ってるな。おいお前、お前は助けようともせず、ただそうやって見ていたのか。だって僕はお前らの敵だぞ。ふん、腹ばいに寝かせな。僕は潜水さんの仲間なんだぞ。お前がそう思っていても、果たして潜水がそう思っていてくれるかな。どうしたんだい。ボタンさん。大丈夫だ、じきに元気になる。限界者、もう一人お願いします。シズルの方がダメージが大きそうだ。ベッドへ運びな。はい。あれ、私はどうしたんだい。おい、大丈夫か。は？何がですか？
のんきなもんだ。今まで伸びていたくせに。え？本棚の下敷きになって気絶しておったのだ。あ、そうだったそうだった。避けられなかったのかい。まったく鈍いやつだな。すいません。僕を助けようとしたんだ。僕の方に棚が倒れてきて、僕をかばって逆に彼女が下敷きに。わからない、なんであんたも桑原も、なんで僕なんか助けるんだ。僕はお前らの敵なんだぞ。いや、なんでって言われても、いきなり爆発が起きて。ああ、うん、あっ、とっさに体が動いちゃったわけだ。そうだ。あたしあんまり深く考える方じゃないからね。人を助けるなんてそんなもんさ、あんまり固く考えない方がいい。けど僕の周りには今まで一人も。あのビデオにだって。お前は黒の章のビデオテープを見せられて洗脳されとるんだ。違う違う、人間の耐え難い一面ばかり見せられて混乱する君の気持ちはわかる。だがそうじゃない人間もたくさんいるさ。ところでユウスケはどうした？ねえ、どう？僕のハンドルさばきは。キャー！もっと飛ばして。あ、生意気なやつ、任せるか。なんだよ、超心外だな。あんな車に抜かれるなんて。お、はあ、チャリンコに抜かれた。嘘でしょ。何でもてめえの思い通りに運ぶと思ったら大間違いだぜ。やっぱりデーセンと本物は違うね。後ろの兄ちゃん、うるさいよ。ああ、俺が締め上げてるからな。やつの能力を早く高めてやりたくてね。苦しめば苦しむほど能力を高めていく。やつらはそういう地道な人種だろ。耳障りだな、牧原、やめろ。なんで俺を殺さねえ。貴様を殺すつもりはない。貴様は俺たちの仲間になるんだ。仲間になるだ？俺が？ある能力に目覚めてしまったのでね。我々にはその能力が必要なんだ。け、てめえらが必要でも俺はごめんだぜ。貴様の意志など関係ない。我々は貴様の能力を仲間として迎え入れるんだ。トグロの兄のようにな。また死んだはずじゃ。生きてたのさ。それを牧原が食った。なんだと？デブ、トグロを食ってその能力を手に入れたってのか？心配するな。貴様が食われるのはその能力が完全になってからだ。ふざけんな、この野郎！うわあ！早くあいつを食いてえな。あれ、なんだありゃ。どうした？待ってろよ、クワバラ。すぐに助けてやんぜ。
めし潜水クリア。信じられねえ、チャリで追ってきやがる。あのままにしといていいんですか。気にするな、もう手は打ってある。我々はこいつを運ぶだけでいい。中野光一か、あいつ。このままだと洞窟までついてきますよ。どうします？心配するなと言っただろ。今のは何の真似だ。お前もう俺から逃げられないぜ。なんだと。指紋十字犯。的だ。的？お前がどこへ逃げようと俺の攻撃はその的を外さない。例えばこの石に俺の気を通し放り投げる。チェッ。お見事。そうやって常に緊張して周囲に注意することだ。自分を殺す男の名前だ。覚えておく。ハギリ要。能力名スナイパー。ハギリ要。能力名スナイパー。テリトリー半径200メートル。自らの気を敵の肉体に記す指紋十字犯を使うことによって確実に標的を射抜く能力を持つ。俺がその気になればいつでも何かがお前の体を狙って飛んでいく。もうお前は寝ることさえ許されない。待てこの野郎。気づいたか、カズマは潜水たちに連れ去られてしまったんだ。そう、すまない。俺たちの力が足りなかった。謝ることはないよ。ただ敵の狙いがカズマだって伝えられもしないでミスミスしてやられたのが悔しいね。潜水が桑原を狙っていただと？どういうことだ。計画に必要な人物だからさ。桑原は僕との戦いで次元を切る能力に目覚めたんだ。潜水さんは前からその力を探していた。うわあ！なんだと？桑
クワバラの能力があれば魔界の穴に張られた結界をも切り裂くことができるというのか。魔界の穴が完成すれば A 級妖怪や S 級妖怪までが自由に人間界へ出入りできることになるぞ。ユウスケ一人には任せておけんな。俺たちも追いましょう。カイトーと柳沢にも連絡を。はい。ケイコとシズルはここに残って後始末を頼む。はい。僕はどうしたら。君が行きたい道を選べ。俺たちと逆の道を行くならそれでもいい。だが次に会った時は敵として容赦しない。行くぞ。ああ。僕はどうすればいいんだ。自分のことぐらい自分で決めな。男だろ。表はおそらく野獣までいっぱいです。非常口から裏へ出ましょう。よし。待ってくれ。君たちと同じ道を歩かせてくれないか。手を貸そうか。ハギメ、どこ行きやがった。もうお前は寝ることさえ許されない。ふざけやがって。出てきやがれ畜生めや。どこだ。どこにやがる。また風か。出てこい。こんな攻撃は効かねえぞ。第三弾か。無駄だぜ何度来ようが。やべえ。人間界を守るためには桑原を潜水から取り戻さなければならない。しかしその前にスナイパーハギリの標的にされたユウスケ。ハギリを倒さなければユウスケの命が危ない。あの野郎、一
人の体に妙な模様つきやがって。俺は射的の的じゃねえぞ、こら。大体弾の方が的を追っかけ回すなんて、そんなのインチキだ。クソ、早いとこぶっ倒さねえと。ハギーのやつ、次に何飛ばしてくるか分かったもんじゃねえぜ。次回、ハギーの標的、指紋十字班。伊達にあの矢見てねえぜ。割れた鏡の中、映る君の姿、泣いている泣いている、細い月をなぞる指、誰を呼んでいるの、消えた恋の背中、何度でも何度でも君の窓を叩くから。